はい、日本の、サッカーの少年サッカーの常識を覆す新しい2対1の崩し方、これは昔あのバルセロナもやってました。こちらを今回動画でご説明するんで、ぜひご覧ください。はい、こんにちは、RWS トリブチの森川です。森川です。腰痛持ちにはコルセット、そのコチです。腰痛ググッとググッと腰痛持ちにはやれよお前お前がいつも一番やるやん。あいつああそうだそうだ、一番知らんのあいつだった。全部はい、そうですね、さて飲み会のコール失礼しました失礼しました、今回ですね、何やるかっていうと、今回は昔、まあやっぱこうティキタカってわかります、いわゆるこうバルセロナ、あのいわゆるシャビ選手、メッシ選手、イニエスタ選手、このやっぱあのメンバーたちがいた全盛期のポゼッションサッカーじゃないですか。それのちょっと僕がですよ、これ正しいとは思わないです、ただ僕が見て感じたそれをちょっと今回体現したいなと。あれをやるために3人でできる練習、これね、多分ね、なかなかね、これ分かってるようで知らない人多いと思います。これね、マジ見た方がいいです。だって今ちょっと軽くやりましたけど、どうでした？まあ分かる、まあ、うん、ですけど、チームとかで、うん、そのパスって何の意味があるのって言われちゃいそうだよね。分かんないとか答えられないとか、うん、逆にやってる子が多いのか、逆に無駄って伝えられることもありそう。そうだね、このパスいらないじゃん、無駄って言われるパスを使います今回で。ただこれってね、結局、まあ、もちろん自分の中でこう感覚を持っておくと、まず大事じゃん、この感覚を持っておくと。ただ受け手と出して、これイメージ共有できないと無理ですよね。だからこれははっきり言って、なんかスクールとかで学ぶっていうよりも、どっちかっていうとこの感覚を個人で持ってればいい、でチームを持ったらそれを周りに共有していくっていうのが大事かなっていうふうに思いますね。はい、まあ、チームで多分これやってる多分チーム多いと思うんですよね。こういうなんか結構そのなんか狭いとこ崩してるところが多いと思うんで、ちょまずこれやっていきたいと思いますんで、まず僕らの方が一回やっていきますんで、ご覧ください。レッツゴー。今回ね、こちらでやっていくんですけども、これ今イメージしてほしいのは、いや僕とその子と味方ですね、レゴですイメージです。で自分の前はもうスペースあります。でそこで今で僕から用意の2対1ってやったら大体いきますよ、普通の、2対1いきます。普通は用意のこうなりますよね。要はわざわざこのマークされてる味方の選手の後ろから後ろ向きの選手にこうやってパスされるじゃないですか。でこの人当然プレッシャーを受けるわけです。でもこの時に、ね、この出したボールを追っかけて相馬コーチが僕に軽く置いてもらえれば、この奥パスも大事なんですけど、これレオコーチが食いつくわけです。そしたらこの瞬間レオコーチってどっちに来るか迷います。でこっちに来た瞬間に来て大体解決パターンが2パターンですよね。もしくはこれ自分がスピードになってるんで、ルーコーチはそのまま来ても、このままトラップでかわせると。これね、つけるって言うんですけど、これ結構大事なんですよ。例えばこれ試合中とかも、ここで一回つけることによって、来たらどうして、来たらこれパス出せばいいし、こっちにパス出す。要は、餌巻いて、この後ろ向きの選手にパス出すことによって、これ食いつかせる。ただ、この後ろ向きの選手に、こういうパスをしたら、これ、こうなっちゃいます。このおじいちゃんみたいに。こうやってなっちゃいます。で、ちゃんと相馬コーチにメッセージ性のあるパス。誰で落としてねっていうパスを出してあげると、自分がすごくやりやすいと。これだけの人どうですか？まあ、あれですね、ディフェンスって2個守れないんで、うん、やっぱ、その、こういう風にやった方が、ディフェンスが迷うですよね、選択肢どっちに行くかっていう。そう、要はこれ結構ここのパスさん普通の少年サッカーだったらこのパス無駄って言われるんですよ。なんでここ出すのみたいな。でもこれ実は意図があれば全然よくて、変なこっちちょっと長いのもいいしね、こうやってそう長いのもいいし、ただこれ良くない例いきますよ。良くない例、良くない例はパスターした、まあ得と場合になりますけど、これに対して良くない場合はこっちすごい広がっちゃうと、さらにこれ軽くこれ出してこられるんですよ、追い込まれちゃう。だから基本広がりすぎない、広がりすぎない、ほぼ出したボールに一つ置いてくれて、ここでこっちこう見ませんでしたか、昔よくメッシ選手、ダニエル選手がやってませんでした。
も多分彼らもこれ教わったわけじゃなくて、こういう感覚があったと思うんですよ。こういう感覚をこの小学校の時から身につけておくと、まあ試合とかで出せるっていう感じになります。なのでぜひこれまあチームのコーチとか向けですかね、に向け見てもらって、新しい2体で崩してたみたいな感じで取り入れてもらえたら、嬉しいなというふうに思います。それではまたね、次の動画でお会いできればいいなというふうに思いますので、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。